お願いいたします。今日は茶席の言葉一期一会、この言葉をご一緒に学んでみたいと思います。以前にもご紹介しました、和敬静寂と、並んで、茶席で一番よく色紙あるいは掛け物で見る言葉です。有名な言葉です。出典は井伊直助茶の湯一会集です。参考資料は聖国寺の館長芸家有馬来亭老師よくわかる茶席の前後、これから引用させていただきました。有馬来亭館長のお言葉、井伊直助は茶の湯一会集という書物の中でこう言ってます。茶の湯の光栄交わりは一期一会といって、たとえ、同じ主客が主人と客が幾度交栄しても交わっても、今日の絵は交わりは二度と返さないことを思うと、実に一生に一度きりのものである。一生に一度きりのものであるです、ね。よくわかる深い言葉です。そのお茶をしない人 もたくさんおられるわけですから、それで、これをですね、普通の生活の中で私どもはどのように活用していったらいいかということです。それはまあ法事ですね。それに準じるところが、機会が法事四十九日、あるいは一周忌三回忌というご法事の席が茶席と同じことが言えると。意外にですね、法事の席で気がつかないのは香炉の掃除です。で、香炉の中に、燃えかすとかマッチのくずとか、それを入れてはいけません。それをきれいにこしてですね、ざるでふるって、そして固めておかないと、こして、そして上をきれいにしておかないといけない。この香炉は自分の心の現れですから、したがって心が乱れているということは、香炉が乱れているということにつながるわけですね。これ大事なことです。仏様の真ん前で、そしてお清めのお香を炊くところですから、大変大事なところです。これがきれいにしてあるお宅は、立派な仏教の信者見えることができると思います。それは茶席でもですね、風呂なり釜なり、この灰をきちっと整えること、これは大変です。はい、この香炉と違ってですね、茶釜の灰は量も多いですから、これをこう押してきちっと形通りこうするのは大変な手間がかかるんですけども、それから茶席とまた同じことは履物の脱ぎ方ですね。必ず、真ん中を開ける。自分で真ん中に靴を脱がない。もちろん揃えるわけですが、端っこに脱いで、そして、横に並べるということですね。次のお客さんがおいでた時に、困らないように、すっと靴が並べられるようにこうするわけです。自分は横に置いといて他の人を立てるということです。それから、座布団には前と後ろがあります。意外に気がつかないんですね。縫い目のないところがお客さんの膝の前です。縫い目のないのが一方向ありまして、で三方向はこれが縫い目があるわけです。座布団には前と後ろがある、知っとるかってようご存の頃は怒られましたですね。意外に気がつきません。これも注意する必要があります。それからお茶を出すときですね、その出すタイミングからお茶碗を引くタイミング、それからお茶はこう、蓋がついとったりついてなかったりするんですけども、多すぎてはいけません。半分は、
あ、実はちょっと多いでしょうね。3分の1かもうそのくらいで、よろしいと思いますが、あまり多いとですね、全部飲み干すのにお客様がちょっと困る場合があります。そういうところも気遣いですね。それから、季節感ということも必要ですね。茶席と同じですから、法事の席もですね、あ、秋が来たなとか春が来たなとか、あ、サザンカが咲いたなとか、そういう季節感を一つ気遣って、いただくと、法事においでたお客さんがホッとするわけですね。そういうことです。私のお世話になった京都のある都市の奥様が亡くなって、もうちょっと十何年かになりますが、ご命日伺いますとですね、お仏壇にコスモスをこう飾ってあります。まあ、コスモスはご存じの通りこう揺れますので、なかなかその飾ることが、まあ、手間がかかるといいますか難しいわけですが、ご主人様はですね、うちの家内はコスモスが好きだったからって言って、ご命日は毎年コスモスをお仏壇の横に飾っておられますでしょう。いいですね。まあ、そういうこと、季節感を装うということですね。心のプレゼントになります。一期一会、話は戻しますと、すべてのお付き合いに、これは関係してきます。お茶席に限らず、法事に限らず、いろんなお付き合いで、一期というのは一生にということですね。一会というのは一回ということですね。二度とこの機会はないということで、お互いの気遣い、心づもり、それから あくまで、謙虚な態度で臨むということは、これは何にでも言えることであります。人生は出会いで決まると言って差し支えないと思います。今日は一期一会ありがとうございました。